こんにちはテクノゲートへの早川でございます、えー、今回はですね、円安がとんでもないスピードで進んでいますので、まあ、その辺のちょっと原因と、それからまあどう、これからどうしていくべきかというふうに、えー、考えたことをですね、えー、皆様と一緒に考えていきたいというふうに思います。でまずあの、私なんですけども、 えー、テクノゲートウェイという会社をやってまして、えーまあ、3か月に一度ですね世界初の、えー、新製品を作っているという会社でございまして概要欄にあのリンク貼りますのでもしよろしければご覧いただければというふうに思いますでまずあの直近のです、ね、円安、えー、一気にです、ね、110数円からです、ね、120数円まで、まあ、数日でボーンと上がっておりますけども えー、こちらの直接的な要因はですね、日銀が、えー、2.5%のリバーリーでどれだけでも国債を買いますということの、えー、差し値オペですね、これをやったので、全面安ということになってるということなんですね。まあ、確かに直接的な要因はそうなんですけど、えー、これはですね、あの、他の 例えば対ドルに対してガーッと安くなっているだけならいいんですけども、えー、今日本円はですね、えー、他の通貨に比べてもどんどんと落ちていってるというような状況なんですねでじゃあ日本ってそんなに通貨が弱い国になってしまったのかと、えー、なぜそうなってしまったのかとか、まあ、その辺をですねちょっと見ていきたいというふうに思います。 でまずあの、経済がです、ね、成長しなくなった日本経済ということで、えーまあ、1980年をの、GB、GDP を1とした場合に、まあ、どれぐらい伸びているかと、まあ、ただ、1980年というのは日本経済のもう超絶頂時代ジャパンズナンバーワンと言われた頃ですので まあそこからですね、えー、考えると、まあ、そんなに伸びないのも仕方ないのかなっていう気もするんですけども、これ見たらもうえげつないことになってますね。えー、日本は2%ぐらいちょろんと増えるだけで、で、アメリカがまあ8%弱と。それから、えー、っと、中国とかですね、韓国がもうグラフから突き抜けてるぐらいまあ伸びてますけども。 えー、これぐらいですね日本は GDP が伸びてないと。じゃあなぜ伸びてないのかっていうことなんですけど、えー、じゃあ日本何もしてなかったのかっていうとそうじゃなくてですねあの GDP っていうのは、まあ、D がドメスティックですので国内の中だけでの、えー、ことなんですね。でこの間日本はどうしてきたかって言いますと、えー、どんどんとですね日本で作っていたもの日本から買っていたものを えー、海外にですねバンバン工場を作ったりとか海外生産に切り替えたりとか、まあ、そういうことをしてきてますので、えー、日本国内で今まで調達してたもの日本国内の GDP としてカウントされていたものが、えー、海外に工場を作ってですね海外で作ってでそこから海外に売ってたらですね GDP にはカウントされないんですね。それからすると、まあ、大体日本企業というのはですね中国東南アジア多いですから。 この伸びてない部分、ここの国ですね。で、ここの国が伸びてる分っていうのは、まあ日本だけじゃないんですけども、かなりの日本のですね、本当であれば伸びてる部分がここに移ってるというふうに私は解釈します。で、えっと、じゃあですね、あの、世界経済のトレンドということで、えっと、まず、 そのまあ、コロナ禍でですね、まあ、えげつなく、えー、通貨をですね、えー、資金を供給したんですね、まあ、全世界的にそれが行われて、まあ、特にすごかったのはアメリカなんですねでアメリカがどうかって言いますと、えー、マネタリーベースが約4倍に増大とでじゃあ日本どう,だどうですかっていうと、えー、これ日本なんですけどもマネタリーベースが約3.61倍になったえアメリカ並みに GDP 比ですけども、えー、マネタリーベースガンガン増やしてるとでこのマネタリーベースというのは日銀が、えー、資金を供給しているっていうことですねでマネタリーストックも2.5倍に買大台とでこのマネタリーストックっていうのは、えー、マネタリーベースで、まあ、日銀の口座に入ってるものがどんどんと貸し出されてですね、えー、市場に、えー、どんどんと供給されていったと。 なので、まあえ、お上からですね、お金が落ちてきたものが、えー、川下の方までばーっと流れていった量ですね、これが、まあ、2.5倍に拡大と。じゃあ、かたや日本はどうですかっていうことなんですけども、えー、34%ですね、倍、倍からになってますね。で、これ、 2.5倍が34%ですので8 3,、二十4八分の1しかアメリカ GDP 比でしか比べると流れてないと。で、アメリカって、えー、日本のですね GDP の4倍ありますので、えー、8分の1しか流れてないのが4倍ということは32分の1ですか。 それぐらいしかですね、日本は市場にお金が実は行き渡らなかったということで、これ何してんねんっていう形ですね。あの日銀が銀行の当座にですね、お金をドワーッと流し込んでも、そこで滞留してるだけということで、全く意味を成してないっていうようなことがこれで読み解けます。で、これだけじゃなくてですね。 で、まあ、これ、先ほどの GDP 推移ですね。日本はほとんど変わってなくて、えーまあ、アメリカもすごい増えてますね。在体、ここからここで4倍になってますね。これもはまた2倍だったんですけども、えー、4倍になってますね。20年で4倍にまで開いてますね。で、えっと、 じゃあですね、日本からどんどんとお金出ていってるのかっていうと、実はそうでもなくてですね、えー、例えば貿易サービス収支、でこれはですね、0、まあ、ほぼ、まあ、ちょっとこうマイナス、多分、えー、と東日本の関係だと思う、東日本大震災の関係だと思うんですけども、ちょっと下がってますけども、ここは結構安定的にプラマイゼロぐらいまでですね、日本の、えー、が 世界との売り買いでの差っていうことはほぼゼロなんですね。で、もう一つは経常収支ですね。これはものの売り買いだけじゃなくて、えー、海外に投資したものの、えー、それの、えー、投資を回収したり、配当とかですね、そういったものでっていうことになると、日本ってもうかなりこう、えー、プラスなんですね。で、そういうことであるとか、えー、っとですね。 あとですね、対外投資、えー、直接投資収益の国内還元と、海外に物を、えー、投資してですね、それからそれに対して、えー、とその配当を受け取ったりとか、まあ、そういった収益ですね、利益を還流っていうのは、えー、かなりですね、2000年から比べても、えー、すんごい伸びてるんですね。で、えー、とただですね、じゃあ、 こう返ってきたお金がどういうお金に使われましたかっていうと、まあ、半分はいろいろありますでも47%約半分がわからないっていう回答なんですねわからないっていうのすごいですねこれだけの、えー、っと伸びをしててたくさんのお金を、えー、日本に戻してきててもわ、えー、からないとでこれおそらくですね、まあ、これが えっと、企業の内部留保なんですけども、えー、日本ダントツですねものすごい、えー、企業が内部留保しているということで、まあ、先ほどの,あの日銀が、えー、マネタリーベースからマネタリーサプライに全然移ってないというところ銀行がです、ね、もう日銀当座にためにためまくってるっていう部分とあと企業もですねもうめちゃくちゃ儲けてるんですね海外で。 で、えー、生産したりとか海外の企業を買収したりとか、まあ、その辺を活発にやっててでそれを儲けてるんですけども、えー、日本の市場にはほとんどこれ流れてなくて、えー、内部留保でですねこれもこう貯めたまんまになってるというような状態なんですねで家計の方もですねえー、っと結構現預金がまあたまってるということで、まあ一言で言うと日本はですねお金が むっちゃくちゃ流れてない滞ってるような社会であるということが言えると思います。でそれはちょっと別の面でもですね、えー、ベンチャー投資に対する GDP に対する比率ということで、えー、イスラエル米国すごいですね、まあ、イスラエルもさまざまなその最先端の技術、まあ、いい技術も、まあ、悪いって言ったあれですけども軍事的な技術も まあほとんど軍事的なところが多いのかもしれないですけども、まあ、こういう形で、えー、すごいたくさんですねベンチャー投資してるんですねかたや日本どうですかっていうと、まあ、こんな程度ですね15%で隣のドイツが45%、えー、日本が15%っていうことですねドイツにも負けてるんですねえー、というような状況ですですのでまあ国内にも 莫大な実は日本円お金っていうものが溜まってるんですが、それが溜まったまんまになっててですね、えー、将来に対する投資であるとか、まあ、そういったところを国内にしてないんですね。海外にしてるんですね。それからですね、これ、ベンチャーキャピタルですね。これ見ても、えー、アメリカ規模と回数がすごいですね。 日本はですね、規模も回数も少ないですね。もう全然、えー、歯が立たないということで、えーまあ、その結果ですね、GAFAM、えー、マイクロソフト、えー、この辺がの、えー、1 2, 3, 4,、2、3、4、5、この5社ですね、この5社の時価総額が、もうここの時点で、 2020年の4月に抜かれてですね、思いっきりこの差が開きつつあると。で、日本全体で、えー、このガーファームに、えー、立ち向かっても全く歯が立っていないという状況で,で、じゃあなぜこういう結果になってるかっていうと、もう先ほどのこういう、えー、お金をですね、有効活用してるかどうかっていうところですね、この辺が思いっきり差が開いてます。で、じゃあですね、えー これ人人材投資ですねで。人材投資もこんな状態ですね。でこれも対 GDP 比ですので、米国は先ほどのように4倍ありますので、えー、日本がこの米国から見たら、もう全然、えー、歯が立ってない、4分の1ぐらいです。で、この GDP が、えー、アメリカ4倍ですので、4×4 の16倍、アメリカは人材投資にお金を使ってるんですね。 えー、日本はアメリカの16分の1ということですね。ですから、日本が1回勝負している間に、米国は16回勝負していると。それはこういったガーファのようなですね巨大企業が生まれる確率は高いですね。で、日本企業は。 えー、これは流動性、市場流動性ですね、労働市場の。えーまあ、流動してなくて生産性も低いっていう状態ですね。これはもう、こっから見えますね。人材に、えー、投資してないので、当然動かないですし、生産性も上がらないというような状況ですね。で、それによって、えー、日本の賃金は上がっていないと。 いうようなものが、こう、系統立ててですね、数字で折っていくと、えー、分かります。で、じゃあですね、これ、なんでこんなことになってるのかっていうことなんですけども、えっと、ひとえにですね、ひとえ、まあ、じゃないな、主要員として、日本の製造現場がですね、海外にどんどん出ていって、もう、一時期からすると、まあ、20年前からすると、もう極めて減ってると。 いうことなんですねで現場がなくなるということは当然働く場所もなくなってますので、えー、そこで働く人はいらないということになるわけですね。でそれがですね、えー、例えば、えー、人気なしポストの若手研究者割合ということで、あのー、人気あり の人が増えてるっていうことはえー、っとですねこれはえっと派遣労働じゃないな非正規雇用的な形なんですねなので優秀なですね理系の人が、えー、働く場所が、えー、非正規雇用になってるということでイコール生活が不安定ですね で生活が不安定なところにみんな行きたがるかっていうとやっぱり行きたくないですね。だその日本に対して、えー、研究開発であるとかベンチャー投資とかそういったその投資が全体的にあの人的、えー、開発投資であるとか減ってるところがですねすべ、えー、てこういったところにも効いてまして。えー 理系でで勉強してもですね、まあ、ほとんど働く場所がこんな状態になってるということで、えー、一つはですねあの先ほどのような、えー、企業が海外に投資するんじゃなくて日本に投資し,ないしてほしいとで海外と同等以上に日本で投資すると儲かりますよ っていうようよなスキームを作り直さないといけないいとけいで、すねでも日本で作るとですね、えー、まず世界一高い電気代でコストがめちゃくちゃかかると。で、環境対策も,も世界最先端でやらないといけないと。で、それから人を雇用するとですね、社会保険料とかえげつなくなると。まあ、この辺の辺 えー、話をですね、あのー、以前私は、まあ、こちらの動画で解説してるんですけども、えー、例えば人を雇ってもですね、えー、その人,人の税負担率が50%を超えてるというような状態になったりとか、えー、あとその給与と外注費の違い消費税の関係というところで、えー、外で作って中に入れた方が 日本でで作るるよりも消費税的に助かるんですねこれ消費税10%ですからコストで10%というのはえげつなく大きいですね。であと、まあ、こういった社会保険料を減らすために外注にして、えー、消費税に節税、えー、するとかですね、まあ、そういうこういうことをですね、えー、考えていかないと企業もですね日本で人をたくさん雇用して えー、ものをですね作ろうっていうふうにはならずにやはり海外で、えー、バンバン作ってですねでまあ、儲かったやつを日本に戻すと。で日本では投資せずに内部留保だけがズバーンと増えていってるというような構図なんですね。ですのでまずその国の仕組みとしてスキームとして、えー、日本企業がいやいや国内で作った方が全然いいですよと。で あの他の国で作るコストと日本で、えー、従業員を雇ってですねそれでこう、まあ、研究が開発したり作っていくコストっていうのを本当にこう調べ上げてですね企業があ日本でやった方が得だよねとしかも安定的にリスクも少ないですよねというような状況になればですね、えー、先ほどの円安っていうのが、えーまあ、是正されていくのかなと。で 私は思うのはですね日銀がこのオペをやってることは私は正しいと思うんですね。でただこのオペをやってるんですけどもそのオペのあとがですねうまく市場にお金が還流できずで企業はですねどんどん、えー、海外に投資をしてで海外で儲けて日本に戻しているというような状況で日本で、えー、生活している、えー、我々にですねその辺 のこうお金の循環から外れてる状態であるということで、まあ、給料も上がらないですし、えー、景気も当然上がらないというような状況なので、この辺をまず改善するっていうことですね。えー、そうしていくことで日本っていうのはもう少し安定的にですね、まあ、円安はいいんですよ。私もあの輸出すれば円安で儲かるようになりますので、日本で作ってると、えー、そういった面でも。 得であるというようよな状況にすすればですねこの円安はおの、まあまあ、ずとですね収束して安定的な為替レートになっていくと、えー、安定的な成長につながっていくというふうに、えー、思うわけですが皆様いかがでしょうか、えー、今日はですねあのー、急激な円高ということで、まあ、その原因とでどう対策したらいいかっていうのをちょっとご紹介させていただきました。でまままとめまとめす、ま、ず えー、国内企業が国内で投資をした方が儲かると、まあ、人の雇用も含めてですね、そういうようなスキームを作るということと、えー、世界一高い電気代をですね、えー、是正して、ですねあ日本電気代安いやんっていうところまでですねやっていくと、まあ、簡単ですよね。一つは原発を全部動かしたらいいということですね。でもう一つは えー、日本でその資源開発をするということですね。で先ほどの理系の、えー、人を増やすということと資源開発と全部これつながりますねで。これをやらないとですね、全然海外と戦い負けるということだと思います。えー、長いこと、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。テクノゲートの早川でございました。次回お会いしましょう。